こんにちは。24時間子育て陰キャの久保でございます。今日から実は YouTube のコメント欄をオープンにしたんですよ。しばらくちょっとコメント欄はなしにしたんですけども、でコメント欄をオープンにして早速ですね、コメントをいただきました。本当にありがとうございます。後藤夏子さんからコメントが入っていまして、私のね動画に対しての感想をいただきました。でちょっと読ませさせていただきますね。手が離れるとお金がかかるんですよねと。で私は52歳娘24歳です。今となって実感です。あの時もっと余裕がある子育てができていたらなと。私自身が初めてのことだらけで眠いのにずっと泣かれてどうしたらよいのやらと。そうですよね。やっぱりずっとね余裕がある子育てしたいというふうに考えていらっしゃることとか、あと初めてのことだらけで戸惑うことも多くて、で聞く人もあんまりいなかったりとかね、今ほどそのネットの環境とかも情報源とかもなかったと思いますし、ご不自由だったろうなと。でもその中で育てられたのすごいなと思います。でちょっと文章続きますね。久保さんの余裕のある子育て理想の環境ですよねと。おめでとうございますということでいただきました。後藤夏子さん本当にありがとうございます。こういうふうに、コメントをいただいてね、私もなんかありがたい環境をいただいてるなと思いますので、もう少しでもね、多く何と言いますか、できることはしてあげたいなと思うばかりでございます。でも同時にですね、今ねまた沐浴したんですけども、この沐浴をね、まあうちは2人とか今日は3人でやったんですけども、1人でやるのってむちゃくちゃ大変だなと思いましたね。はっきり言って2人とか3人だと抑える係と洗う係と拭く係って分業ができるんですけども、いやなんですか、お乳をあげるの、授乳もね、授乳するいろんなグッズをこう洗ったりとかね、片付けたりとかいろいろあるわけですよ。でそれがあると、例えばお子さんがねやっと寝静まって次起きるまで2時間とか3時間隙間がありますけども、その2時間3時間もなんかいろいろあれやこれやとかね、家事をもうやったりとかもありますし、もしかしたらちょっとね、買い物出かけるかもしれないですし、旦那さんが帰ってきたら夕食とかも作んないといけないかもしれない、洗濯もしないといけない、まあ大変ですねこれね。で掃除も子供がいなかった時以上にやらないと、ハウスダストとかの問題もありますから、むちゃくちゃこれ大変だなと思うんですよね。そりゃ余裕がなくなるしイライラもするでしょうしね、いろんな心残りもあるんだろうなと、やりながら改めて実感するところですね。で難しいと思うんですけども、ちょっとね私と同じような男性の方にメッセージを送りたいんですけども、会社から帰ってきて確かにねいろいろ大変で、家に帰ったら癒されたいとは思うと思うんですけども、自分の知らない一日の中に奥さんとか子供のねすごくドラマがあるってことを想像しながら家に帰って、で、もしかしたらね子育てをしている奥さんから見たら夜だけちょびっと帰ってきていいとこだけちょっとこうね子育てするみたいなことをして、で次の日また会社に行っちゃうみたいなところで、なんかねいろんな不満が女性にはあるかもしれないと思いながら、辛いかもしれないけども、いたわりをねやっぱり愛情を第一に持ってやっていかないと、まあ、こうたまにはねイライラもすると思います、男性の方もね。家に帰って家事ができてないとかね、ご飯がちょっと手抜きだったとか、そういうことはもういいじゃないですかとね、私が言えることじゃないんですけども、やっぱり男性の愛情が女性の励みにもなりますし、ひょっとしたらね、ちょっとしたことで言い争いとか売り言葉に買い言葉とかなってしまうかもしれません。確かに男性は家庭でできることがすごく少ないですし、たまにしかお乳をあげたりとかね、お風呂あげたりとか、おしめ変えたりとか本当たまにしかできないと思うんですよ。私は結構ずっとねもう10回以上やらせてもらったんで慣れてきましたけども、できない中でもやっぱ奥さんとの温度差はできると思うんですけども、それをねぐっとこらえて家族のためにっていうのはそういうのも込みでね、ちょっと表現が難しいんですけども、男性の皆さんに改めてメッセージなんですけども、やっぱり、一人でね子育てをされてる奥さんは、もしかしたら旦那さんが社会に出て戦ってるのと同じぐらい大変かもしれませんし、もしかしたらそれ以上かもしれません。だから確かに男性のやる仕事も大事なんですよ。男性が社会に出て働いてお金を稼いでいくことも大事なんですけども、そこにね、あぐらをかかないようにしないといけないのかなと思いますね。ちょっとこう言いにくいことだったんですけども、
うん、少しでもね、あの女性が感じてることとか旦那さんに求めることっていうのが私の視点からね分かればと思うんですけども、あのぜひね、あの女性の方から思うことがあったらまたメッセージいただければと思います。で、今日いただいたコメントも、うん、確かになと、うん、なかなか想像できるようでできないことかなと思いますしね。うん、だからね、結論、間違ってもですね、なんですかね、子育てをしてる奥さんを尻目に付き合いだとか言ってね、キャバクラや飲み会に行かないでくださいね。私は かなり行く可能性があったんですけど、今は行ってないですけども、やっぱりね、少しでも共に過ごしていただければと思います。なんか表現難しくすいません。男性の頑張りが大事ですよということですよね。私はちょっとね、こんな楽してる立場から言えないんですけども、楽してる立場だからこそ本当はこれが女性が求める子育てなんではなかろうかと思ったりするわけなんですよね。今回コメントいただきましてありがとうございました。それではまた会いましょう。また明日レポートします。